はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、月光画を描いていきたいと思います。月光画は安江さんがリクエストくださいました。リクエストありがとうございます。ポケモンの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まず目をくるくるくるっと縦長の丸で描きます。でまぶたをちょっと重めにくるくるっとして、で瞳です。ハイライトのちっちゃい白いのとかで、目からちょっと三角みたいなのをポコッと出して、でここから斜めにスーッと、で目の下からもラインをスーッと下ろしていきます。でここからクイーンと上げていって、でここにまたちょっと三角を作ります。ここと大体同じような感じで3グイーンと上げていって、でこっちとまた対称になるような形で目の上の白い部分を描きます。でこっちは角度がついているのでまぶたしか見えないです。で鼻の穴をちょっとで、あと下の目で、ここから繋がってくる形でグイーンと上げていって、大体ここと高さちょっと斜めに上がるぐらいに揃えて、ここに三角を作ります。でグイーンと上げていって、縦に落としてピッ。でこれも左右でまた対称になるような形で斜めに落として、こっちもグイーンで、ここ、こっちと同じように三角を作ります。でここから続いてくる形で、こっちもグイーンと上げて、でここは高さ耳のとこ揃えます。で横にグイーンと出していって、斜めに落としていきます。ここを斜めに落として、この下から続いてくるねりまきの部分をくるくるくるっと、でえりまきをマフラーみたいに巻いていきます。くるくるくるっと、でこっちはひらーっと出ていって、でちょっと先丸くして、でもう一段階くるくるっと巻きます。でこっから腕が出てきて、でちょっと肘の部分に肘パッドみたいな形で、でこっからグイーンと腕が出て、で手をグイーンと伸ばして、でここに楕円を平べったーく丸を描きます。で次真ん中、これはこっちの丸よりちょっと前に飛び出るような形で、ここがちょっと三角形になるよね。ここにダウン入って、でここを水かきの部分をつなげます。で体がグイーンと降りていって、で下からくるくるっと、でちょっとお腹、で膝がまたグイーンと上がっていって、で膝パッドです。で太もも、で膝を曲げて、
でこっちもまた足もさっきの手と同じような形でグイーンと伸ばしていってで先を楕円で描いてでくっと上げてでまた楕円これはだいたい水平にしますで水かきで反対側もまた膝がきて膝パッとで太ももグイーンと出してで足がグイーンと伸びていってまた足先ですラインを描いてでキュッと上げてこれも大体水平に揃えます。で、水かき。ちょっと足のパーツを描いて。ちょっと尻尾です。尻尾なのかな。で、左では大体この左目のところぐらいから。グイン。グインと。結構筋肉がはっきりしてるような感じですね。で、また肘。で手をグイーンと伸ばしてで手の先ですねまた楕円でちょっとギューッと伸ばしてでまた楕円でこっちもギューッと伸ばして楕円とこれも足先と同じようにここで三角形ができるようなイメージで描けますで水描きで、こっちの筋肉を。で、まず顔のこの部分を卵色で塗っていきます。で、このお腹のところと、あとこの水かきですね。こきもで手のところの間も塗っていきますで目を薄紅色で塗ってで襟巻きをピンクで塗っていきますこれちょっとこの先のあたりを光らせたいのでこのあたりまで塗ってでちょっとここもラインが光るような感じにしますでここを薄くちょっと色入れるっていうかあとは頭のここのパーツ水色で塗りますで体を群青色で塗っていきますがこのちょっと狭いところとでまぶたをこっち側をちょっと光らせるので残して薄くでここ薄く塗りますあとは全体を塗っていきますでまたこの鼻の周辺もちょっと薄く光らせるような感じでこのパーツは塗ってしっかり塗ってただこれもちょっと縁を残しますできるだけ細く残すんですがでここ
も鼻とつくし、こうやって、で、ここを薄く塗ります。で、こっちもまぶたを塗って、で、こっちの縁もちょっとギリギリまで残して、このぐらいこうして塗ります。で、腕なんですが、腕もここにちょっとハイライトを入れる感じで、で、ここは薄く塗ります。これも今筋肉を表現してるんですけど、こっちを濃く塗って、で、ここ残す。で、手の先も全部、この楕円のところまで、手前まで濃く塗ります。で、ここを薄く塗って、いきます。で、こっちが影になるので、もう全部全面的に塗っちゃって OK です。なので、こちらの足を。ただ、ここですよね。ここは白くはならないんですけど、ここが一番濃い影で、で、ここは普通ぐらい。ここも濃い影になるので、かなり濃い目に塗っていきます。で、尻尾もこういう目に塗って、で、膝はちょっとこの上を残して、こっちの足もですね。上を残して、やっぱりこの丸い部分を残して、いっていきます。で、この後ろのパーツを濃いめ。ここが薄くなります。丸も薄くなって、で、左手なんですが、こっちも筋肉の関係で、ここまでが一番濃い影ですね。ここからは普通の濃さで、で、また指先は薄くなるんで、ここちょっと半分ぐらいまで塗って、で、こっちもちょっと半分ぐらいまで、あとは薄く塗ります。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。
何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。